絆のアリル、めちゃ良かったね。親分が出てきて、サナギの話をする。バーチャル世界は自由だって、伝えてくれる。んで、ミラクのライブ、めちゃ可愛い。そして戻ってきたパストライブ、いやほんと最高の流れだったね。来週からの本戦も楽しみです。以上、絆のアリルのお話でした。